こんにちは、インセルです。ちょっと今日も仕事柄が入ってきました。急に寒くなったんでね、ちょっともう末端神経がもう手足の先が冷えるわけですが、相変わらずあんまり仕事はできないんですがね、覚えられなかったり仕事が、同じミスをしたりとか、するわけですが、これが35歳アルバイトの実力といいますか。ただね、最近ね、ちょっと逃げが目立ったといいますか、そのやりたくない仕事とか、あまりに不得意な仕事に、苦手意識が強くなりすぎて、ちょっと避けてる感じが、もうできる仕事ばっかりしてる。もうこのままもう辞めるまで1年頑張って辞めるまで乗り切るみたいな感じになってしまってたんで、さすがにちょっとまずいかなと、自分でもね、やっぱりちょっと事情作用的なものが、奇跡的に働いて、ちょっと前までもう逃げ腰だったのが、今はね、もう目も片手に本当にもう苦手な仕事にどんどんその挑んでいく感じで、もう全然わかんないんですが、周り、ちょっと助けてもらうつもりでもうどんどん突っ込んでいく感じになっていますね、今。なんか自分の中で意識が変わってきたと言いますか、ようやくね、それに、気づけたというか、多分ね、今までの人生の中でね、仕事の中でもしかしたら一番頑張ってるかもしれないですね。やっぱりね、やる気出してもう何でも、もう失敗してもいいから、失敗しちゃダメですが、もう頑張ってもうどんどん仕事やるぞというやる気を持っていけば、やっぱりなんかその結果は同じであれ、全然そのメンタルにもね、メンタルの負荷も全然違いますからね。もうというわけでね、ちょっと自分の中で意識変えたら全然もう気が楽と言いますか、もうなんか、もうやらないでダメより、やっぱやってみて、ダメな方がいいですし、やっぱり覚えられますね、仕事その方が。ちょっと昨日今日とね、もうやる気出してもう頑張って突っ込んでいったんですが、そのできない仕事に、メモ取って、なんとかね、周りもそのやる気を汲み取ってか、結構真剣に教えてくれて、なんとかこの2日でね、覚えたっちゃ覚えたんですが、仕事、結構意識改革は自分の中で起こってるかなと。そのストレスのね、その根幹というか、その原因を、探った結果、やっぱりその逃げの姿勢、ストレス溜まることからね、なんとか遠ざかろうとしたのが一番実はストレス溜めてたという、結果だったと。やはりいやいや仕事するのってね、もうやる気出して、これやるぞって、これはもう絶対俺がやってみせるぞっていう姿勢でやる気出してやったら、やっぱりもう全然ね、その時間が経つの早いですね。その早く終わらんかなみたいな感じで時計ばっか見てるとね、もうこれはよく言われてることですが、やっぱり時間経つの遅いですし、そのただ待つってだけの時間は遅いですから、やる気出して頑張って、これはやって、これやってみたいな、もうなんかもう店長に怒られかけても、もう知らんわみたいな感じで、もう俺はもう自分でもうやる気出したから、ちゃんともう自分の姿勢で頑張るっていう感じでやってったら、あっという間に結構時間過ぎてって、で、ね、仕事もね、苦痛じゃないというか、やっぱ疲れないですね。精神的に疲れないと言いますか、精神的にそこはなんかもう 2,3 時間、本当は6時間ぐらい仕事してるんですけども、もう半分ぐらいの感覚なんで、やる気出してると、なんかそれに比例してか、もう体力的にも全然、疲れないですね。いやいや仕事、なんかもう不得な仕事からちょっと逃げようとした頃はね、本当にもう仕事終わったとめちゃくちゃ疲れてますし、どっとあんまりね、自分がダメだと思ってるとね、もう本当にダメになってしまうんでね、もう、失敗がなんぼのもんじゃいみたいな、もう誰かに文句言われても知るかみたいな感じで、その方が、なんか電話が、これが続くかどうか分かりませんが、今回ね、もう今まで人生でないぐらい仕事に、今まで一番、やる気を出してるような感じはしますんで、このペースで来たらなと、思っています。とはいってもね、まだまだちょっと全然、気合だけじゃね、まだまだ乗り切れないってことは、それはもちろんいっぱいあるんで、無理しない程度にね、引き続き、慎重になりながら、もしかしたらただ今ハイになってるだけかもしれないんで、でも結構仕事はこの 2,3 日本当にやる気で真剣にやったら、
結構覚えた感じがするんで、まあ、それを糧にね、そのベテランの人も結構覚えるのに時間かかったって言ってますし、長いことで働いてる人も結構分かんないことがあったりするんで、はい、まあね、ホームセンターねやること多いんでね、やっぱりコンビニもやること多いらしいですからね、まあ、そういった具合で、あ、なんか首凝ってるな、ちょっとやっぱり力みすぎたかもしれません、なんか凝ってる感じが、いや、うわけでね、ちょっとは、まあ、35年生きてきて、ようやくちょっとはマシな大人に一歩近づけたかなと、はい、思います。まあ、そういうわけで、こうしてね、自分を言い聞かせるのも大事なんでね、皆さんもね、はい、まあ、自分のね、その、自分を信じてね、頑張っていきましょう。はい。というわけで、ありがとうございました。イースリーでした。